眠くなるまでは、はい、姉さん、小美さんもいらっしゃいませ。じゃあ、挨拶から、はい。はい、どうも、こんにちは。底辺の音が出て、音というのが神経用ですね。本日は平日の昼の部ということで、平日じゃないから、休日はありましたか、来週、はい、くれさめしました、こんにちは、うん。そういうわけでもないですが、はい。プレイステーション3版の、トトニのアトリエ、ローランドが、アーランドの錬金術師2の、はい。初見攻略でやってます。はい。題して生産性のない底辺がとりあえず遊ぶ配信その11で、はい、やっていこうと思いますので、よろしくお願いします。ね、まあ、起きられるんだったらもう、まあ、今日ね、あれして明日休みにしようかなっていうのもあるか、ありかもしれないんで、まあ、とりあえずやりましょう。まあ、ちょっと眠くなるか、ちょっとこの後、状況を見て。一応今5年目の2月26日って話ですが、うん、なんかあんまりなんか、イベント進めてないって情報が入ってん。眠い旅は今何パーセント眠いと、いや、今ちょっと、部屋、ね、ちょっと暑いか、暖かいから眠くきてきてるから、今ちょっと換気で窓開けたから、うん、で、あと服ちょっと脱いだから、うん、ね、ちょっと涼しくなったから、多少は眠気飛んだかな。今眠気 20% ぐらい。うん、で、どうしましょうね。イベントなんかあれしないとっていうか、お母さんを探さなきゃいけないね。多分、とりあえずそれが今の目標ですから。え、まさか、いや、まさかね。今、声が聞こえたような。気のせいかな。まさか、熊で寝るってのはまさか。え、まさかこの中に入ってんなバカな。やっぱり誰もいない。まさかこのぬいぐるみから。そういえばこの子はベッドとかなんとか言ってたけど。え、本当に まさかね。気のせいだよ、気のせい。買い物はまた今度でいいや。うん。え、真相は明かされないの？逆に気になるんですが。入った。私に何のことですか。何かしら。はい、ってことで小松さんいらっしゃいました。こんにちは。お母さんのことです。ギゼラって名前なんですけど、どんな冒険者だったのかパメラさん知らないかなって。そうね。でも私がこの村に来たのって結構最近だし。せっかく話してあげようと思ったのに。
これは進む？いらっしゃいませ。たくさんお買い物したいってね。どうかね、この辺も買った方がいいかね。27、28、29。本当はもっと早く買わなきゃだった。6000、5000買っちゃっていいかな。和国で西洋さん、ダルーダルーダルー、はい、おかぶさんいらっしゃいました、こんにちは。多分街中移動してる分にはね、多分日時が進行しないから、古代薬物研究、農薬ドラッペン、競争の岩薬、なんとかの飛薬、メンタルウォーター、火薬装飾の世界、米と精霊の首飾り、機関錬金術2号、シュルーベルホルン、魔法の鎖、いろいろ教わったけど、スケジュールは女性でのやつばっかり、こいつか。特にね、お買い物にどれが、ありがとう、そろそろくっと、イベントどうでしょうね。きなこっちの話聞いたような気もするし、イベント進むフラグってなるとどれなんでしょうね。私のお母さんのことで何か覚えてることってない？はあ？なんだよいきなり。つか、なんでお前の母ちゃんのことを俺に聞くんだ？言われてみればそうですよね。本には何か覚えてないの？いや、まあその通りなんだけど、私よく覚えてないから。お前が覚えてないこと俺が覚えてるわけ？そうだ、一個だけある。本当？なになに、どんなこと？うちの母ちゃんがよく言うんだよ。お前がバカなのは小さい頃にギゼラさんにポカポカ殴られたからだって。つまり俺はよくトトリの母ちゃんに殴られてたんだ。え、マジ？こんな好戦的な人が母親なの？話だよな。俺のどこがバカだってんだよ。いや、そこは私からは否定しづらいけど、あの、結構真面目に聞いてるんだけど。そんなこと言われてもな。あ、そうだ、お前1週間くらいずっと泣いてたよな。え、何突然？お前の母ちゃんがいなくなったって時だよ。そうだ、思い出した。お前ずっと泣いてて全然一緒に遊びに行けなかったんだ。私が泣いてた？記憶にない。それ本当？誰かと間違えてない？間違えてねえよ。お前と遊ぼうと思って毎日誘いに来てたんだからな。お前の姉ちゃんが出てきてごめんねって言ってて、家の中からお前のビエーって鳴き声が聞こえてきて、うん、間違いない。そんなことあったんだ。なんで私全く覚えてないんだろう。なぜの時の話なんですかね、トトリが。よう、どうした？浮かない顔してんな。あまり当てにならないけど、一応聞いてみようかな。なんだよ、
その明らかに期待してませんって顔は。聞きたいことがあるなら何でも答えてやるぞ。それじゃあ私のお母さんが冒険者だった頃の話って知ってる？知らない。はあ、やっぱり聞かなきゃよかった。いや、だって仕方ないだろ。俺はそもそも冒険者なんて興味なかったし。だからギゼラさんも冒険者っていうより近所の怖いおばちゃんって感じで。うん、いいよ。もう最初から期待してなかったし。なんだよそんなに俺の評価低いのか。トトリの中では。クソ、いっそ全部喋ってやるか。はあ、でも絶対怒られるしな。え、こいつなんか知ってんの？全部喋るってなんか秘密があるんですかね。こういうのもなんか聞けば。暇だったんで漁師さんたちの仕事を手伝ったことがあってね。いや、新鮮味があってなかなか楽しかったよ。馬車の揺れにはどうにもなれないわね。お姉ちゃんも虫捕まえるの得意？僕はでも苦手だな。うちの主人、お使いを快く引き受けてくれるのはいいんだけど、いつも違うの買ってきちゃうのよ。もうでも持たせたらどうかしら。何を買ってくればいいか確認できるようにするのも手よ。なんかないかな。さて、今日は何の料理を作ろうかね。ばあちゃん、お魚はもういいよ。ここ住んでくれ。ずっと晩はお魚だったしさ。あ、猫ちゃん。にゃんにゃん。にゅうにゅう。うーにゃん。にゅう。はい、どうも、きゅうこめさんいらっしゃいませ。こんにちは。トトリやってます。あ、これお父さんか。いや、トトリか、私に用事かな？教えてくんないのか。ストーリー進捗的にはもうないかね。すみません、ゲラルドさん。ちょっと聞きたいことがあるんですけど。聞きたいこと？別に構わんが、あまりおかしな質問は困るぞ。おかしなことじゃないですよ。お母さんのことです。ギセラのことか。私、お母さんみたいな冒険者になりたいって思ってたのに、よく考えたらお母さんがどんな冒険者か全然知らない。いや、黙とはしてません。はい、ジュクメさんもいらっしゃいませ。和骨です。そいつはまたお前らしい話だな。しかし困ったな。私も冒険者としてのギセラのことはほとんど知らないんだ。そうなんですか？ああ、村の連中はみんなそうだろう。あの当時この村で冒険者になったのはあいつ一人だったからな。つまりあいつと一緒に冒険に行ってその活躍を間近で見たやつなんて一人もいないというわけだ。そんな顔しないでくれよ。当時の思い出話くらいならしてやれなくもないが。本当ですか？聞きたいです。教えてください。そんなに期待するなよ。本当に大した話じゃないんだ。私は若い頃からここで酒場をやっていてな。あいつは冒険から帰ってくるたびに飲みに来て、聞きもしない自慢話を延々と話してた。自慢話ですか？ああ、
あいつはシラフでもおしゃべりなのに、酒が入るとさらに口数が多くなってな。盗賊を懲らしめて大怪我を負わせたとか、遺跡の奥でモンスターと戦って気づいたら遺跡ごとぶっ壊してたとか、そんなたわいもない話を延々と一人で喋ってた。それ全然たわいもなくないような。ごく稀に村の外から来た冒険者も当然ギセラのことは知っていてな。ズボン脱ぎました。あいつのやることに巻き込まれて、あ、はい、散々な目にあったって口を聞かされたよ。どこでやってます。ただどいつもこいつも嬉しそうな顔をしていたがな。嬉しそう？巻き込まれたのに。あいつはやることなすこと、おまけに性格までめちゃくちゃなやつだったが、不思議と人に恨まれることがなかった。まあ、かくいう私もその中の一人なわけだが。じゃあゲラルドさんもお母さんに何かされたんですか？酒代を払っていかなかったんだよ、ただの一度もな。うわ、おかげで今でもうちは赤字経営なんだが。あら、そうだったんですか。もうお母さんたら、私が代わりに払います。やめておけ、とても払える金額じゃないぞ。土産話の代金だと割り切ってるから気にしなくていい。そんなになんですか、一体いくら。聞かない方がいいかな。まあ、万一あいつが帰ってくるようなことがあれば耳を揃えて払ってもらうさ。帰ってきますよ、絶対。私が連れて帰ってきます。そうか、期待しているよ。と、まあ私が話せるのはこの程度なんだが、こんなもんでよかったのか。はい、すごく嬉しかったです、お母さんの話が聞けて。満足してもらえたなら何よりだ。さて、悪いがそろそろ仕事に戻りたいんだが。あ、すみません、長い時間。それじゃ失礼します。少し喋りすぎたかな。変に期待を持たせてはまずいんだが、まあその時はその時か。どういうあれなんでしょうね、全然わかんない。これでパパに話したらなんか変わるとか。ない。村での聞き込みは大体終わったんじゃない？そう。こんなもん。お買い物に。ないかね。ない。じゃああるとしたらあっちですか？あ、ここじゃ使えないか。それじゃあどこに行こうか。アーランド行けばまたなんかしますかね。あ、
お仕事しに来てくれたの？ま、どうしたんですか？私の免許をじっと見て。いや、今更なんだけど、あんたの名字ってヘルモルトなんだなって。ヘルモント？ベルモントじゃなくて？ひょっとしてあのギゼラ・ヘルモルトの身内だったりなんてことはさすがに。あ、はい、お母さんです。まあそうよね、見た目は似てなくもないけど性格は別物だし、ただの偶然よね。偶然じゃないです、お母さんですよ。クーデリアさん、お母さんのこと知ってるんですか？お母さん、本当に？本当です。そう、本当なのね。よし、とりあえず母親の代わりにあんたのこと 2,3 発ひっぱたこうかしら。ひっぱたく？なんでもいいですから、それよりお母さんの話を。え、ひっぱたく？まったりした水だね。そんじゃ歯を食いしばって。多分さっきあのね、ドラケンの枠で多分もうこれで終わりにするって言っちゃったからでしょうね、多分。多分もうないと思ってみんな、うん、うわー、待ってください。なんで引っ叩かれないといけないんですか？なんでですって？もう結局こうするんだから、あんたのお母さんのおかげで、私がどんだけ大変だったと思ってんの？どこで大暴れしただの、足を落としただの、モンスター引き連れて街の中を確保してるだの、往来のど真ん中で酒盛りしてるだの、毎日毎日一体いくつの苦情を処理させられたことか。え、それ全部お母さんが？そうよ、まだ冒険者の制度が始まったばっかりで、私だって仕事慣れてなくて、ただでさえてんやわんやしてたのに、あいつ一人のせいで。うわー、思い出したらまた腹が立ってきた。うわー、ごめんなさい、とにかくごめんなさい。でもあのお母さんってすごい冒険者だったって聞いてるんですけど。聞いてるってどういうことよ、あんたのお母さんのことでしょ。それが私お母さんのことほとんど覚えてなくて、だから噂くらいでしか。まあすごかったのは確かよ、いい意味でも悪い意味でもね。これでもかってくらい迷惑かけられたけど、何でしょうね、冒険者としての功績もそれ以上に上げてたし。まあいいんじゃないですか、たまに。そうなんだ、よかった。あ、でももしかしてお母さんって実は嫌われてたりとか？少なくとも私にはね。他の人がどうかは知らないけど、でも悪口とか言われてんのは聞いたことないわね、不思議なことに。で、なんで私がフォローするようなこと言わなきゃなんないのよ。うわ、また怒った。あー、もうダメだわ、直接会って文句言ってやんなきゃ気が済まない。何があったの？どこにいんのよ。さあ、あんたのお母さんは、ね、いろんな意味でわかんないですよ。こっちにはもう長いこと顔出してないし。よろしくお願いします、こんにちは。やっぱりクーデリアさんも知らないんですね。お母さん、もう何年も帰ってきてないんです。本当に可愛いって言ってるのつらい。ねえ、なんでですか、可愛いならいいじゃないですか。はい、11号目さんいらっしゃいます、こんにちは。何年も？それって…でも、お母さんのことだし、きっとどこかで元気にやってると思うんです。だから、私はお母さんを探すために冒険者になって、それで、そうね、簡単にくたばるような玉じゃないだろうし、
つーかね、そういうことはもっと早く言いなさいよ。さっきの恋話を聞いてたら、私の方でも情報を集めたりとか、いろいろできたことになりました。そう、だって別にこれはそんなエロが売りのゲームじゃないでしょ。ねえ、一応錬金、ねえ、錬金するのがメインのゲームですから。まあいいわ、何か分かったら教えてあげる。他の冒険者連中にも聞いてみるわ。言わないとダメなの。誰かしら知ってるかもしれないしね。いや別にそういうことはないですよ。いいんですか、ありがとうございます。なんだ、別に僕はそこまでね、ゲームにね、別にゲームは好きです、別にね。あんたのためじゃないわよ。私が直接エロのゲームだけをね、追求しているとわけはないんですからね、普通のゲームだってね、やりたいと思ってますからね。何が何でも探し出してやらないとね。はい、よろしくお願いします。で、うん、でも何もヒントないですよね。どこでだね、見たとか、いや死んでんのかもしれないけど、あんたくらいのランクの冒険者さんなど依頼される量も消えちゃって、増えちゃって大変ね。この間彼女に誘われる魔女の魔石の巣って、うん、それはドエルじゃなくてドエムでしょ。魔石の巣ってところへ探索行ったんだが、彼女宝石に夢中で全然熱いですよ。僕もね、23個目探します、こっちは。全然一緒に戦ってくれないんだもんな、ひどい話だよ。装飾品はきちんと装備してる？ここは小さく見えるけど結構重要ね。わかるかな？このワンポイントへのこだわりがいわゆる個性ってやつなのよ。で、腕が来たかな。何？どうしようか。あと話聞けるってある？そうだ、ステルクさんってこれまでずーっと国中を旅して回ってたんですよね。ああ、不本意ながらな。それがどうかしたか？もしかしたら私のお母さんに会ったりしてないかなって。そういえば君は母親を探しているんだったな。名前くらいは最初に聞いておくべきだったか。すっかり失念していた。あ、そういえば言ってなかったですよね。お母さんはギゼラって名前で結構有名な冒険者らしいんですけど。どんな反応するんでしょう。ギゼラ、ギゼラ・ヘルモルトのことか。そうです、知ってるんですか。ああ、直接の面識はないかな。そうか、あの冒険者の娘がまさかこんな、あ、いや、なんでもない。したか、だいたい分かっちゃいましたけど。しかしよくよく考えると、とんでもない肩書きの持ち主だな、君は。肩書き？伝説の冒険者ギゼラ・ヘルモルトの娘にして、希代の錬金術師ロロライナ・フリクセルの弟子。それが君だ。うわ、そう聞くとなんかかっこいいですね。人ごとのように言うな。まあ、このことはあまり吹聴しない方がいい。帝王も肩書き負けないよね。底辺の王と書いて帝王というのも新帝王ですからね。その上パーフェクト DT でね、中卒でってね、あと体重150キロのデブで、うん、たとえ名前だけでも身長も150センチのチームで、それを利用してやろうとする奴らはどこにでもいるだろうからな。はっきり言って君はそういう人間たちからすれば、もうその設定いいですよ。極めて騙しやすい部類に入るだろう。否定できない。それじゃ
あんまりお母さんのこと人に聞いたりしちゃダメってことですか？そうだな。その分君の周りの人間が協力してくれるだろう。私も含めてな。ステルクさん、ありがとうございます。礼を言われるほどではない。あくまで王を探すついでだ。言われるまで気づかなかったけど、私ってそんなにすごかったんだ。でも完全に名前負けしてるよね、今の私。よし、もっと頑張らなきゃ。お母さんや先生に負けないように。ここはなんか聞ける？なんだ結局やってる帝王。ねえ、27号車いらしました。こんにちは。あれ先生、ステルクさんにクーデリアさんも。あー、トトリちゃんだ。トトリちゃんもこっちおいでよ。あ、はい。あの、皆さんでパーティーでもしてたんですか？いや、偶然居合わせただけだ。んで、延々と昔話してんだよ。いい営業妨害だぜ。あんただって一緒にくっちゃべってたでしょうが。それでね、それでね。CG だ。私この間リオちゃんに会ったの。リオ、も懐かしいな。元気でやってんのか、あいつ。昔なじみのように。この世には何、その前の作品のロロナのアトリエでも登場してたっていうか、あれってこと？ね、ロロナプレイしようか、出よう。とりあえずこれはクリアできるかどうかでしょ。相変わらずみたいね。つうか、いつまでよそをほっつき歩いてるのよ。いい加減アーランドに帰ってくればいいのに。私もそう言ったんだけど、ほら、だいぶ前にステルクさんの顔見て気絶しちゃったことあったでしょ。それまだ気にしてるみたいで。それを聞いてどういう反応をすればいいんだ、私は。ああ、いや、別にステルクさんが悪いってわけじゃ。そうだ、タントさんは？私帰ってきてから一度も会ってないんだけど。ステルク声エグすぎひん？あいつね。まあ、まだ当分は会えないんじゃないの？そうだな。特に君にだけは会いたくないだろうな。なあ、くそ。俺実際には見てないんだよな。話に聞いただけで。そう、いや、どう考えても向こうのがいいでしょ。私に会いたくないの？なんか怒らせるようなことしちゃった？違う、あいつね、今頭丸坊主なのよ。だから元の長さになるまで誰にも会わないって。一日中執務室にこもりっぱなし。丸坊主？なんで？あまりに勤務態度が悪いからと、寝ている間に前大臣がやったらしい。起きてから大喧嘩になったそうだな。まあ良かったんじゃないの。結果的に真面目に仕事するようになったんだし。なあなあ、今から会いに行ってみないか。お前がどうしてもって頼めばきっと出てきてくれるぜ。兵隊の反省態度がよろしくないので丸坊主です。なんでですか？昔のドロナはまだこんなドジっ子じゃないですよ。年上げながら堂々ドジっ子になっちゃった。堂々ドジっ子に。ねえ、不思議ですね。はい、最終ロリ天使さんいらっしゃいます。こんにちは。ちょっと見てみたい気もするけど、嫌がってるならかわいそうだよ。全然話に入れない。でも楽しそう。先生も他の人たちも。
なんかちょっと羨ましいな。よう、あ、また。なんか話題っていうか耳にしませんね。記念日はね注意してくださいね。いいか一人前の仕事っていうのはしっかりと休みの時に休みを取ることを言うんだぞ。ああ、なんとなくこの兵士さんたちが頼りない理由が分かった気がします。このハデさんはなんか聞ける？いらっしゃい。武器と防具なら何でも揃ってるぜ。またリロロ行った通り行った食堂行った雑貨店いらっしゃい。あんまり何も聞かないですね。今日もティファナちゃん一日見ても飽きないし。なんか死んだ？聞いたわよ！なんだ？冒険者になるには絶対超えなきゃいけない相手だもの。よくも今まで騙してくれたわね。騙す？騙してなんてないよ。言い忘れてただけで。しらじらしいこと。それでギゼラはどこにいるの？隠すとろくな目に遭わないわよ。知らないわ。ひどいな。私だって探してるんだから。ねえ、でもヒントは全然。え？ああ、そうね。そうだったわよね。私だって、私の方がずっとお母さんに会いたいのに。な、何よ。そんな顔されたら、私が悪いみたいじゃない。ああ、しょうがないわね。私が怖くて出てこれないって言うならこっちから探し出してやらないと。こういうこと？え、ミミちゃんも探してくれるの？勘違いするんじゃないわよ。あんたのためじゃなくて私のために探すんだから。もし見つけたら私にも教えてね。だから電話お母さんに会わせてあげようね。ないですか。私に負けてボロボロになったギゼラを引き渡してやるわよ。マッサージシーンはいつですか？ゲームが違いますし。イベント進まんかね。クトならワンチャンあるかも。ね、そう。いや、お嬢さん、今日もいい天気だね。どうしよう。消費税0にする可能性があるって。マジ？今日は何の用かしら。でも、ないですよね。
もうないっすかね、さすがに。これで何？まあフラグは立ったみたいだし、しばらく通常プレイしてたらいいんじゃない？あ、本当？そう。どうした？ならいいんですが。何しましょうか、そしたら。お前は何してんの？なんだ、村に帰りたいのか。料金は先払い。途中下車はできないぜ。それでいいんだよな。役立たずだから払うか、普通の。こっちは瞬間移動できるんだから。それじゃあどこに行こうか。どこでしょう。何？探索してないところ探索すればいいのか。でも、でもそういうとこ多分ね、クソ的ついでしょし。知らないですよ。マッサージのゲームじゃないしっていうか、もう、どうかね、行ってないとこ行く感じでいいのかね。行ってみるんでいいのかな。ペンギンマンドラ島魚、ね、怖い。なんかあるとかなんか言ってましたけど、まあ、とりあえず行きましょうか。さーて、いっちょやりますか。どうしよう。そうはさせないわ。余裕余裕。行くぞ、一戦。この程度の相手なら当然だ。さん、こんにちは。どういうことですか。はい、誰ですか。はい、おら大佐、いらっしゃいませ、こんにちは。はい、と取り合ってます。昨日フォローさせていただきました。まあ、いえ、とんでもないですね。ありがとうございます。よし、はい、ね、トトリ、なんとかクリアで、まあ、ノーマルでもいいからクリアしたいんで。はい、岩さんもいらっしゃいませ、こんにちは。はい、トトリやってます。ちょっと今眠気が来てるから、もうちょっとであれ終わっちゃうかもですが、まあ、なんとか。あ、これメガフラムか。今日はポカポカ陽気ですね。ね、あったかくて本当にね、眠気がてか、今まさに現在進行形で睡魔が襲いかかってきてるんですよ。この程度の相手なら当然だ。ね、もう本当眠くてしょうがないというか、品質こっちだけでいいか。あ、これ外れか。眠い眠いと口にしていた帝王、翌日起きてくることはなかったのだが、そんなバカ、そんなことはさすがにないでしょう。
今週お休み取りました？取ってないです。だから、ね、今日が一応お休みの日ってことにはなってますが、どうでしょうね。今日ここでね、もうちょっと頑張って終わって、休みなさいよ。グリションセルから休むのはやめたそうです。いや別にそんな金目当てであれじゃないからね、ただやることがないからねってちょっと、あれだったんで、あんなもうちょっとやったらこれ終わりますよ、それで今日はもう、今日は夜お休みにしてまた明日って、油断するの。それかもしかしたら違いますよそうしたらもしかしたら明日ももしかしたらちょっと一日休み取るかもしれないですね、まあ、ちょっと席があれだから、まあ、ちょっと様子見て、まあ、もしかしたら 夜からやるかもしれないし、まあ、ちょっとごめんなさいね、いろいろ僕の都合で変わっちゃうんですみません。これ何でしたっけ ?57、70。なんか、ここにボスがいるとか誰か言ってませんでしたっけ？気のせい。半日休暇とかどこのホワイト企業。いいじゃないですか、ホワイトで。やってるんでしょ？やってないですよ。裏でやっちゃったら配信でもうやることなくなっちゃうじゃないですか。もうおしまいでしょ、あれ。もう言ってそんなにボリューム残ってないでしょうね。裏でやれないですよ、逆に。そりゃ昨日でもう配信終わりってなったらそりゃね、裏でやってもよかったでしょうけど。金目当てだろうが何だろうが帝王のしたいようにすりゃいいさ。いや、そりゃしたいようにはしますが。窓を開けると、春の香りがするのですよ。全く同じ作業だよね、わら。ねえ、だからもうね、皆さんも見飽きたんじゃねえかなと思ったんですが、ねえ、まさかまさかというかね。なんだ？うわ。え、何ここ？え？リスナーリフレハイツですか？そんなもんあるんですか？え、何これ？ね、なんかすごい神秘的なというかな、何？なんかあるんですかね、ここへ。わ、すごい。何すごい、この見下ろし型のマップは。どういうこと、これが出口になっちゃう。わわわわわ。ねえ。なんかいる？敵？ちょっとばかし本気出さないとまずいかな。え？どう？ここまでと。マジ？そんなヤバい敵？これで、マジっすか、そんな、うわ、全然ダメージ出てん、ちょちょちょ、行くわよ、せーの、うりゃえ？受けろ、裁きの剣を。やばくない？なかなかやるな。やばい。ちょ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 。こんなやばいやつがいたのというか、いや。ちょちょ、いや、どうしよう、たたい。これで、ちょ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 、どうしよう。マジ？なかなか聞けない強敵 BGM。そうなの？倒れちゃいなさい。なかなかって言ってもこれ普通に雑魚戦じゃないの？どうしよう。頼む、落として。一戦。ステルクさん、ナイスか？よかった。まだまだ修行が足りんな。強っ。
なのでも勝てんでしょ、もうっていうか戦えないでしょ。ちょ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 、黒の魔石ウィングスト、ちょ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 、これでどこ行くんだ、ちょ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 、ロマサガを思い出します。ロマサガなんかありました、ちょ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 、何これ行き止まり、ちょ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 、何これどこが行けるの、ちょ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 、鳥さんやめて、強いんじゃないの、どうしよう、回復ないですもんね、どうしよう、でもやってみる、よし、先手を取った。回復アイテム作ってないから、この辺りは厳しいかな。あ、マジ？そんなに？どうしよう。竜巻。全員食らってる？どう？うわ、1残った。あぶねえ。しかももう使えない？1、わら。ねえ、びっくりっすよね。せい！いくわよー！せーの！うりゃー！ナイス。勝てた。あぶねえ。こっちはなんとかそんなでもなんだけど、でもあっちの黒い悪魔はやばい。これはやばい。近づいちゃいけない。ねえ、ちょ逃げよ。逃げよ。なんだこれ、闇の雫。ここだと出口、どうしよう、力はいけない、なんか待ってるし、いやー、危ねえ、かわした、さすが僕ナイス、地下、忍びリフレの予約早めにしといて、今日多分この枠で今日はやりません、もう今日は、やるとしたら明日でしょうけど、ちょっと明日も見てかも。忍びリフレで鍛えたスティックさばきが生きましたね。何がですか、何のさばきが生きるんですか。こっち行ける、行けるはすごい、どこが行けるんだってぐらい、ダメって言われてももうね、ちょっと眠気があれだから、ダメ、これこそ本当にダメじゃん、ちょ、ダメ、これこそじゃん、これこそダメじゃん、ちょ、危ねえ、ぶつかっちゃった、始めるか、また竜巻じゃない？やばい、死ぬ。よし、逃げたわ。さよなら。何言ってんですか？僕はここからがしぶといですよ。ちょ。まだいる。てかここ広いっすね、クソ広い、何この広さってぐらい、
なんかあるのってぐらいの。相当いい素材。80、60。ない。すごいですね、本当に。これ、どんだけ広いマップなのって。まだある。わあ、やばい、やばい、やばい。やばい、キャー。さよなら。さよなら。さよなら。じゃあ。じゃあ。終わった。これ素材はいいんでしょ、持って帰れるんでしょ。ぶわ。ん？あれ？何これ、どういうこと、入り口に戻された。え、何これ、そういうあれ。どうしよう、帰ろっか。もうちょっと弱いしね、もうちょっと強くなってから来た方がいい。この絨毯のアイテム効果。ああ、そっか、これで、さすがに怖いですよね、もう。どっちのアトリエ？はい、74個目再開します、こんにちは。どうしようか、探索もうちょいやる。でもライフカレーですもんね。ちょっと錬金やりましょうか。固定のたまり、こんなのある、すぐに渡せる。ありがとう。それ、シールケース、タンビーシュ、ヒーリングサルブ、コメとメガクラフト、これいっぱいあるんじゃない、あれないっけ。それ、ガラス玉、それ、トトリ、和骨です。それじゃ、はい、どうもエリス、あ、お久しぶり、いらっしゃいませ。はい、トトリ一応なんとか進めてます。クラフト、どれだっけ、これか、これならいくつ作ろうかな。3つぐらい作っちゃう。クラフトとこれが何、6のこっちも3個、123の中は3つ、ね、これで大丈夫されちゃった。できた、どの特性を残そう。お客さんかな、なんだ、失礼する、これを譲って、やだ、これ作ってみましょうか。タンビーシュ、多分布、結
構いいやつじゃないの。でもまだ上がありますもんね。4045ダンビッシュ、うん、これならいくつ作ろうかな。え、こんな作れるの？3つ作っちゃう。何がいいかな。これ防具でしょう。え、ちょっと待って、1個納品だから4つ作れば。あれ、ダメージ軽減、何付き合いでしょうね。この辺り、配信の効果、効果が安定中。消費 MP20%。 これ MP って錬金のでしたっけ。ならついたらいいかね。こっちが、これは水でもいいのか。これそれじゃ。頼むよ頼むよ頼むよ、大丈夫だと思うけど。できた。どの特性を残そう。レベルは？アップ。あとなんだ。作ったシルケス一個。これか。あれ作れなくなってる。材料何が足りないの。これ雲のなんか、どうしよう。なんとかの雲の巣売ってる。こっちじゃねえ。とかなきゃいけない。それ、あとはガラス玉かな。そんな使っちゃう。これで大丈夫だよね。それじゃ、できた。どの特性を残そう。変わらんか。できますかね。これでいいのね。わかった。どれを。あとはなんか中和剤あれしてもな。こんなもん生きてるな。はこれでいいのね。わかった。
これでいい。ど、これでいい。それ。ないですよね、シルケス。え、あれ、ガラス玉3個。どのし、どう、あ、それ。どうしよう、素材が足りてない。なんで足りてる、あれが来るんじゃないの？え？あ、本当ですか。まあ、しょうがないでしょうね。てか、いや、どうせ僕、いや、仮に中心な、あのね、なってなくたって僕、超帰りとか出ないですから、関係ないんですけど。来るの楽しみにしてたのに。申し訳ないけど。オフ会の焼肉楽しみにしてたのにブワ。なんでですか、焼肉なんかやりませんよ。はい、77個目さんいらっしゃいませ、こんにちは。どうしようか。蜘蛛の巣どこでしたっけ。2じゃない、蜂の巣じゃない、蜘蛛の巣どこかありましてね、蜘蛛の巣が欲しいけど。帝王に会いたかったのに。ね、まあ申し訳ない。いや、会いたかったのにって言われても、僕はね、行くつもりないし。どれだっけ、どこでしたっけ。めっちゃ兵出るわ。はい、どうも、あ、イケメンおじさまもいらっしゃいませ、こんにちは。素材が全然わかんねえ。本当ウイルスって怖いわ。本当に怖いですよね。怖いなんてレベルじゃないですけど。限界？ぼちぼち。どこ行きゃいいんだ？どこにあるの？蜘蛛の巣って。違うよなぁ。してどこ来たよ、おやつは。はい、83ぐらいいらっしゃいます、こんにちは。おやつは食べてないです。どこ行きゃいいでしょう。やだ、カロリー取らないと痩せちゃう。なんで、むしろ痩せた方がいいでしょ。ここあ、そうか、この辺でどっから近い。違う。帝王配信しないとき何してるの？配信しないとき何してんでしょう。わかんない。
ここまで行くんだったらあれかね。配信なしでゲームはしないの？どっちのアトリエに戻ろ？え？配信なしでゲームいやーあんまりしてないですよ、うん、基本的に暇の時はネット見てたりってあれですか、帝王来たよ昼はー、87個目さえしません。昼はあの最後の焼きそば弁当食いました。そんな感じです。ついに全部食べたのか。そうですね、完食しました。どれしたっけ。おめでとう。おお、まあ確かにおめでとうっちゃおめでとうですが、うん、次は何の感触に挑戦するの？どういうこと？欲しいものリストにおかわり入ってるの？いいですよ。ドームはもういいですよ。どうしよう。え、あれ？回復してない？あれ？やべえ。相手なら当然だ。ここはでも出ない。いいセリフといい理想的な中身だね。どういうこと？12秒。うん。何がですか、中二とか。意味がわかりません。どうしようか、これ。十字や舞でも声がしたい。うん、アニメ。それじゃあどこに行こうか。さすが帝王詳しい。そう。めちゃくちゃネタがいい。帝王はリッカちゃん推しだったの？どうでしょう。これ目印になるかも。一応地図に書いておこう。わあ、ぶねえ。
これでいいのか。ありが…誰が…はい、誰…進まないですね。どれでしたっけ？シルですか？これがいくつ作ろうかな。玉かなんかは、これが作れない。ああこれか。お客さん、こんにちは。あのさ、これうどうしようか。そっか、どうしよう。そしたら外もあっち行かなきゃかな。それじゃあどこに行こうか。どっちのアトリエに戻ろうか。んー、またイベント。はーい、どうぞどうぞ。いたのね。間がいいのか悪いのか。どっち？なんでですか？いたらダメだったんですか？ううん、そうじゃないの。ただね、で、ここまで来て悩んでも仕方ないわね。何？分かったのよ。あんたのお母さんの最後の足取りが。お、ヒントが？ない内容かもしれないわよ。それってどうする？それでも聞きたい？でも聞かなきゃあれでしょ。わら。聞きたいです。お願いします。わかった。それじゃあ話すわ。まずいつの足取りかってことだけど、これはもう何年も前、つまりあんたがお母さんが帰ってこなくなったって言ってた時期とほぼ同じだと思うわ。そうですか。だいぶ前の話だから、もちろん今どこにいるかなんてわからない。で、問題はどこに向かったのかってことなんだけど、どうやら船で外洋に向かったらしいわ。外洋？マジ？何？本当に船っていうか、何？まだ外側あるとか嘘でしょ。船で？ええ、
あいつにしては珍しく律儀に出航届を出してたわ。苦情の山に埋もれてて、この間まで見つからなかったんだけどね。船、そっか、だから国中探しても見つからなかった。 SF 監視システムだね。お母さん、そうです、そう、海の向こうのどこかにいるんですね。なんだ、クーデリアさんが脅かすようなこと言うから、てっきり悪い話かと思っちゃいました。本気で言ってるの？それとも無理してはしゃいでるのかしら？え？どういう意味ですか？あんたもあの村の育ちなら知ってるでしょ？フラウシュトラウトのこと。フラウシュトラウト？何でしたっけ？あ、はい、聞いたことあります。確か遠くまで漁に行こうとすると出てきて、船が沈められちゃうとかなんとか。ああ、なんかそんなの聞いたことあるような。そうそう、何年かに一度くらいそのせいで大騒ぎ。え、それにってこと？あの頃はまだ無茶な冒険者が多くてね、あんたのお母さん以外にも海の向こうを目指した人も何人かいたの。全員船を沈められてるわ。生きて帰ってきたのは運の良かった数人だけ。でも数人は助かってるんですよね。だったらお母さんも、ほら、最強の冒険者だったんだし。実はね、この話を聞いてから私一人であんたの村に行ってきたの。裏付けを取ろうと思ってね。じゃあもう死んでるってことでしょうね。みんな口が重かったわ。このことについては喋らないって暗黙の了解でもあったみたい。しつこく頼んだら何人かは話してくれたけど。なんて言ってたんですか？出航から数日後、船の破片だけが流れ着いたらしいわ。結構な量のね。ちょっと壊れちゃっただけかもしれないし、それだけじゃ。どう思うかはあんたの自由よ。私からは何も言わない。言っても下手な慰めにもならないし。これあんたに渡しとくわ。あんたのお母さんが出した出航届、いかにもその辺にあった紙に適当に書きましたって感じだけど。低音泣かないで。あんたのお母さんの書いたものだしね。でもどうなんでしょうね、こういうね、あからさまになんか死亡フラグがビンビンに立ってると、逆に生きてるしってこともあるんじゃないの。あんま深く考え込むんじゃないわよ。気持ちの整理がつかないならロロナにでも相談なさい。お母さんの書いた書類、本当に適当に書いただけみたい。字も汚いし。手のひら返しくるかな。さあ、よその国に行ってきますって。え、旦那の作った船？旦那ってお父さんってことでしょうね。まあじゃないけど。いどれ、うん、ありがとう。どれ、なんで素材こんなに効くんでしょうね。もうちょっといいやつあれば。そう、どっかで手に入る。うちの食堂。いや、どれ、こっちじゃ売ってない。また
またイベント。トトリちゃん最近頑張ってるね。錬金術もだいぶ上手になったみたいだし。そうですか。ありがとうございます。そんなトトリちゃんのためにまた新しいレシピを考えてきました。レシピ？ひょっとしてまたパイですか？違うよ、今度のは本当にトトリちゃん専用って感じだから。ほら見てみて。ただいま疲れた。ああはい、どうも、阿部知念さんいらっしゃいませ。こんばんは。はい、お疲れ様です。どんなのお魚メニュー？何がパイだよ、パイ見せろやおらん。材料がお魚ばっかり。トトリちゃんの村ってお魚いっぱい取れるし、お魚のことなら私より詳しいでしょ。だからきっといいものが作れるんじゃないかなって。すごい、先生がなんだか先生っぽい。そうかな、それほどでもって。あれ、あんまり褒められてない？そんなことないです、めちゃくちゃ褒めてます。この子毒舌だよね。ねえ、天然なのか。ならいいや。またトトリちゃんのためのレシピいろいろ考えておくから、もっと錬金術が上手になったら教えてあげるね。うん、あ、そっか、これがどんなの。お魚メモを読んだ。ウォークラフトの作り方。何？魚缶？干物？フィッシュソース。ブルーサンドって作れない。これ作れる？時空の卵37。これなら絶対大丈夫。大丈夫。いくつ作ろうかな。ここだけ？これでしょ。ただいまいカメラしてきたお。ねえ、あ、神野さんいらっしゃいませ。肝臓でしたっけ？大丈夫？3個使うの。あー、ここ2個。どれどれ、これいいかな。あー、60。これで大丈夫だ。それじゃ頼むよ、頼む、頼むよ。できた。どの特性を残そう。おいおいしなかった？どうなんでしょう。胃カメラはやったことないですね。低温65になったら検診だからまだまだ先だな。はい、めちゃくちゃおいおいした。ああ、大変ですね。ことあるけどきつすぎて二度とやりたくない。そう、大変ですね。トトリちゃんだったら、でもこれもったいなくなる。
普通の風邪とかで医者に喉神経疲れるだけでおえってなるから、うん、でしょうね。エッチでよトトリそれじゃま、うん、はい、1860であと1120、どうしよう、ちょっと待って。ジビン効果とかめっちゃついてくるから地獄だよね。ついてくるね、わかんないけど。えいらし、あう、どれを、なんとかわからんな。これすごいですね、作れる。これがこいつでいいんだな。よし、できたぜ。よできたぜ。アクセサリーは全然あれ作ってないですね。作った方がいいのかな。帝王さん、注射好きですか？はい、さあ好きって人はいないんじゃない、あんまり。うん、ねえ。粉を注射してるじゃないですか。何を言ってんですか。全くもって言ってる意味がわかりません。何を受けたっけ。マーシーもマッキーも好きだよね。へへ、どういうこと、意味わかりません。メテオール、これアイテム、ここだけ。どれで作ろう。これでないと作れないんだ。まあ、しかも2個使う。さらにこれで布まで使う。これで大丈夫。それじゃ、できた。どの特性を残そう。
隣の部屋の人の半透明ゴミ袋ちらっと見たら注射器あったら怖いよね。へへ、そりゃ、そりゃあんまり想像したくないけど怖いでしょうね。ま、いれ、どれを、どれ、これなんなの、時空の卵。アイテムもちょっとわかんないっすよね。ありがとう。それ、いれ、やることはとりあえずってかイベント優先ですかね。せんべい食おうよ。多分船のことお父さんに聞かなきゃでしょう。どこに行こうか。せんべい食いたいけど。お父さんは、お父さんどこ？隣にいるよ。トトリちゃんのすぐ横。うわあ！おっとっと、耳元で大声出されると。パーフェクト魔法使いってなんですか？そんな通りパーフェクト DT ですよ。ね、女性と一切ねお付き合いも何もね、手握りね、手握ったりみたいな、そんな甘い思い出も一切ない。ね、そういうのがパーフェクト DT ですよ。はい、135名さんいらっしゃいませ。こんにちは。船でするとリブアヤさんが出てきて幻獣会に連れてかれて帰ったらめっちゃ成長してるよ。どうの FF4 のリディアですか。まあそうですね。ただ DT じゃないってことです。船で出て行ったんでしょ。お父さんがその船作ったんでしょ。私とのことは遊びだったのね。ブはあなたといつ遊んだんですか。トトリちゃん、なんでそれ。二次元で貫かない魔法使いってことでいいですか。いやでも船体の中身が希望を宿しているんでしょ。何言ってんですか。どこのセリですか。お母さんが書いたんでしょ。はい、134個お目さえいらっしゃいませ。こんにちは。どれ。これが出航届か。あいつらしい。お父さん笑ってる場合じゃん。村のみんなにも内緒にしておいてってお願いしたのに。そんな、ずっと秘密になんてもともと無理な話だよ。いつかは知る、いや思い出すだろうと思っていたしね。お姉ちゃんは知ってたの？なんで私だけ秘密だったの？それはトトリちゃんが。私がみんなに頼んだんだよ。行為だからパーフェクト魔法使いなら抜かないってことですよね。どうでしょう、そうですかね。お前が壊れてしまうんじゃないかと思ってね。私が壊れる？うん。お前はすっかり忘れてしまったみたいだけどね。あの日、ギゼラの乗った船の破片が流れ着いた日、村中が悲しみに暮れる中、お前は一人訳が分からずポカンとしていた。そんなお前に私は不用意にこう言ってしまったんだ。お母さんが死んだとね。それからトトリちゃん一週間くらいずっと泣き続けてたのよ。朝も夜もずっと。それで泣き止んだ時はお母さんのことをほとんど忘れてて、だから村のみんなでトトリちゃんの前ではこの話はしないようにって。嘘、全然
覚えてないよ。でももう隠す必要もないね。お前も受け入れられるくらい大人になった。そうだろ。そらママン死んだら1週間ぐらい泣きますわ。冒険者になって、ね、ましてや子供の頃だったら、お前も随分成長した。それだけでも無駄じゃなかった。最初から知っていれば、そもそもお前は冒険者にならなかっただろうし。もうやめましょう、この話は。そうだ、私夕飯の支度しないと。トトリちゃんも手伝ってくれるわよね。お父さん、お願いがあるの。うん、なんだい。まさか。私にも船を作って、お母さんと同じ船を。な、何バカなこと言ってるの。お父さんの話わからなかったの。わかったけどわからない。なんでお母さんが死んじゃったって決めつけちゃうの。船が壊れて帰ってこれないだけかもしれないじゃない。そんな夢みたいなことあるわけが。確かにあいつならどこぞの無人島でしぶとく生き残ってるかもしれないな。お父さん、余計なこと言わないで。とにかくダメよ。お父さんは船を作らないし、私は絶対トトリちゃんを行かせない。やだ、絶対に行くもん。お願いお父さん、私にも船を作って。仮にお前の言う通り、あいつは船が壊れて帰ってこられないとして、本当に大丈夫。泥船とかじゃなくて、その壊れた船を作ったのは私なんだよ。もう一度作ってもどうせまた壊されるさ。そんなことない。関係なくて、私信じてるもん。お父さんの作った船は沈まないもん。私は信じてるよ。あんたの作る船が沈むわけないってね。簡単に言ってくれるなよ。あのフラウシュトラウトに挑もうって船だろ。正直荷が重いぜ。おや、まさか私が負けるとでも思ってるのかい。まさか。お前に勝てるモンスターなんているはずがない。だろう。私は絶対に勝つんだから、あとはあんたの船が沈まなきゃいいってことさ。フラウ、だから簡単に言うなって。そのフラウじゃないですね。母ちゃんありですか。うん、いや、さすがに年行き過ぎじゃない。あのね、あんたはこの私が惚れた男なんだよ。その男が作る船なんだ、自信持ちだったよ。帝王より若いのに。お前は俺の船作りの腕に惚れたのか。そうだよ。それ以外あんたに何の取り柄があんのさ。うん、もっとね、狩りが薄いとか取り柄が取り柄たりやんか。はっきり言いやがって。でもそこまで言い切られればなんとなくそうかって気になってくるな。よしよし、それじゃ完璧に自信がつくまで言い続けてあげるよ。反射者ってそれ本当なの。あんたの船は絶対に沈まない。カジェが、私が言うんだから間違いない。ハゲが、カジェ適当なこと言うんじゃないの。お父さんが船作ってたことも忘れてたくせに。それはそうだけど、でも信じてるもん。お父さん、何笑う。どうしたの。急に笑い出したりして。怖い。似ても似つかねえと思ってたが、やっぱりあいつの娘だな。そうか、俺の作った船は沈まないか。
シロックの自然にやられました。俺の船が沈むはずがねえ。急になんか人格が変わったんですが。ちょっとお父さん何言い出した。諦めろよ。ってきた、ね、今のこいつを止めるのは母さんを止めるのと同じくらい無理だ。親父マジに重人格すぎて怖い。船作ってくれるんだよね。お母さん探しに行っていいんだよね。ああ、ただし条件付きでだ。条件？なになに？船の材料は全部お前が集めてこい。一流の船を作るには一流の材料がいる。これか？これをあれするってこと？それを集めてこれるのはやっぱり一流の冒険者だけだ。これがクリアの条件ってこと？一流の冒険者。当然あいつは一人で集めてきたぜ。それができなきゃ船は作らねえ。わかった、絶対集めてくる。なんかすげえ面倒くさかった気が、うん、マジ？いいのか？そんな安い気がして。あーはい、まだ何を集めてこいとも言ってねえの。いらっしゃいませ、こんばんは。ちょっと今日は多分この枠で眠いから今日はもう今日はここで終わります。ペルスナとちょっと忍びリフリはまた明日か明後日かっていうところ、ね、だって集めてこなきゃ作ってくれないんでしょ。だったら集めてくるしかないもん。もうちょっとさすがにダメ。その頭の悪い理屈ますますあいつにそっくりだ。何よペルソナみたいよ。ダメ、ふざけんない。眠いんですもん。ペルソナ休みか。今日やるんだったそりゃ。その代わり今日やるんだったらその代わり明日は休みですよ。それでいいんだったら今日見たいか明日見たいかですけどね。え今日も明日もってそれは、うん、多分無理ですよ。どうします？おいおい、そんなおっかねえ顔すんなよ。せっかく盛り上がって。いや、どっちがいいかですよ。二人で勝手に盛り上がらないでよ。もしかしたら、なんで戦争なんですか？トトリちゃんまでいなくなっちゃうかもしれないのよ。そんなことになったら、私。縁起でもねえこと言うなよ。そうならないために、俺とトトリは。もう知らない。二人とも私の気持ちなんてバカ。あ、お姉ちゃん泣いてた。手を下ろして首ぶしゃ。泣いてですか？泣いてたな。あ、参ったなこいつは。リスナーの気持ちも知らないで、デイちゃんのバカ。何がですか？で、どれ？何を作っ？船の素材ってどれ？ここにある？重要？これ？デイちゃんの使うことは放送でしょ。何のことですか？どうします？もし本当に何今日見たいって言うんでしたらちょっと今日じゃあここでとりあえずトトリここで終わってね、ちょっと7時までに備えてちょっと仮眠でいいですか？ね、ちょっとあれですから、うん、ちょっと続きはまたダメ、ね、ダメってとりあえず仮眠したら。じゃあ仮眠するからセーブしていい？うん、じゃあちょっと早上がりちょっとこの後、うん、そう、じゃあそれであれしますよ。ちょっと仮眠できるかわかりませんが、はい。
じゃあちょっとすいませんが、とりあえず、1時間50分ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。